はい、ジュンジーです。では I wanna be the eternity 続きやっていきましょう。ではこの鬼畜ファクトリーを進めていきましょうか。まあ、まずは感覚慣れというか、あ、しまった、そこね。最速いけない、思いっきり出た時に飛ぶ。そしてここは待って、引っ込んだタイミング、あーん、ちょっと難しいね。よっ、さっさと行くよ。で持って、よっ、よし来た。オッケーオッケーオッケー。最初はねスピードが勝負ですからね。で持って、ここは上がった時に、あ、ちょっと違うか。というように、まあ、あのタイミングさえ覚えれば割とこの辺は、だからもう、あ、ちょっと待って、下がった時だな、下がった時に行こう。あー、それじゃ、むずいね。タイミングタイミング、何でもそうよ。そしたら今ぐらいか。よし、来た。オッケーオッケーオッケー。ここはそんな難しくないね。で、危なかった今。これは上がったタイミングで、よし。うわー、まだそこ、ちょっとこれむずいな。どうしよっかな。一回端っこに立ちたいな。ほっ、また、くそ、いつら出てくるか。入ったタイミング今、よし、オッケー。さて、ここ越えればいけるいけるいける、よしよし。で引っ込んだタイミング、オッケーオッケーオッケー。でここな、あ、ね、ここなんですけども、引っ込んだ時に飛んじゃうか。その方は多分確実なんだよね。ここそうね、よしよしよし。さて、ここはそんな難しくないぞ。一緒に行く。はい、でこいつを一回やり過ごす。そして大丈夫、時間はまだある、時間はまだある。 OK! 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 うん、まあこの手のは本当にタイミングを掴んでいけば、そうね、着実に前に進めるタイプと。そしたら次はここか。もう一気にワープか。でもここってそんなに難しくないんじゃないかなと思う。どうかしら。でこれはもう手前に来た時に飛べばいい。嘘でしょ、根元。ニードル工場というだけあるのかな、もしかして。近づいてって飛ぶ。そう、答えはイージ。さてこれはまたまた、あ、来ちゃうのか。そこ来ちゃう。一旦そこで休もう。タイミングだなこれ。あ、くそ、あー、なるほどね、最速ね、最速抜けて次でいける。よし、一回休み、危ね。次は、あ、今いけたな、今の組はすごい良かった。で持って、よしよし、オッケーオッケーオッケー。ちょ、待って待って、こっち来る。よしよし、いけいけいけ、セーブ。よしよし、じゃあ続きやっていきましょう。羅生門くぐって、なるほど、淡々抜けだけど、あ、待った、くっそ、タイミングか。あとはこれむついかな。淡々、よし来た。よしで一緒に越えちゃう、一緒に、あ、くそー。ここもステージボスなのかな、ボスいなそうな感じが、あ、やべ、しますよね。そんな感じはする。よし来た。でこう来て、早く早く早く、よしよし来た。ちょい遠いね。下くぐって、まあいっか、感覚でいっちゃうか。おお、よっ、くそー、食っていけそうな気がしたんだけどね。そして一緒に飛んじゃう。ここまでは OK、 そのままよ。そしてここなんだけど、なるべく左に行って、よし来た。そこどうしよっかな。 0.5 かけてみる。よしよし、 OKOK。 で走って、ワンチャン、あ、くそー。いいと思ったんだけどね。ここもまたね、よし、でもって、よし来た、やっと来た。難易度差あるなこれ、ほんと。ここがこれ、これどうやっていけばいいんだ。真ん中、真ん中、え、淡々でいっちゃうかこれ。いや違うよね、やっぱり一回、どうする。引っ込んだ瞬間に立てるっていうわけでも多分ないと思うんだよ、多分。もうだって一瞬だしね、あのドットだと。多分無理ね。ってことは間に、あとは立てる瞬間がないんだったら、あ、来た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 ぞ。ちょいむずいな。まあでもどっかのアイワナでやったような配置でもあるんですけどね、どこかのアバウトだけど。そしてこれどうしよっかな。一回
あ、しまった。なんという、よし、ちょっとだけチャンスがある。そういうことだ。よし、ここ怖い。それさ、これって出た時に一緒に飛んじゃ、よしよし、今ちょっと怖かったな。で、待てよ、シミュレーション、多分針、よし来た。ここはミスんなよ、ここはミスんなよ。 OK、 よしよし、あそこでミスったらまた多分すごい時間かかってたと思うから、ナイス集中力。ここは OKOKOK、 なんとなくで来れてるよ。で、よしよし、え、セーブないの？マジか。まあ、ゆえにこの難易度ってことか。またまたまた、あ、しまった。さっさと行く。よし、それで OK。 よし、で、こっからなんですよね。とりあえず OKOKOK、 あとはここか。どうやってっかな。感覚で出よう。よし、感覚感覚、一緒に一緒に、ちょ待って、タイミング、よし来た。まだあんの？あ、そうだよね、まだこんだけ針あんのか。あんまり先見てなかったけど、タンタン、よし、うそーん、マジかよ。ここ、下に下がって、一回で行っちゃわなきゃもうダメだよねこれね。さてよ、これ当たっちゃわない？いけるか。まあ、とりあえず行きますね。とりあえず行くよ。あ、もうダメ、ちょっとその前にもうせめて1個超えよう。よしよしよし、ほ、あとは一緒にタイミング、タイミング、 OK、 よし来た、やっと来たぞ。これさ、1個くぐってちょっと試したいです。行きます、いけ、くっそー、マジかよ、危ない。いや、ちょっと待って、あ、でも今だったら下行けたかな。危な、これってさ、どうやっていくのかな。本当に引いた時にクイッていっちゃうと EV になってんだよね。 EV をくぐらなきゃいけないってことかな。じゃあ、まあ、とりあえず一回それで行ってみます。クイッ、あ、なんかいけそうな気もするね。クイでジャンプしよっか。じゃあ、あ、ちょっと待って、さっきと違いな、ちょっと待って、あ、タイミング違ったか。ちょっとはるかに高い感じがしますねこれ。よし来た、 OKOKOK、 ここミスんなよ。よし来た、ふー、 OK、 むっちゃ難しかったな1個前。ここもセーブない。ちょっと結構ね、時間かけてるんで、今回はこの辺にしたいと思います。まあちょっと休み休みやっていこうかなと思いますね。想定以上にちょっと私的には難易度高いので、まだ、なんていうんですかね、これが終盤マップだったらまだわかるんですけど、まだこれ序盤なんですよね、これで。ステージ2の、まだ多分前半だと思うんで、なのでまあちょっと短いパートになるかもしれませんけどもね、頑張って休み休みやっていこうと思います。まあ、これはやっぱ経験とかによってくるかなと思いますので、ちょっとでもね、体感難しい印象を受けてますから、まあプレイ検討されてる方は得意不得意はあると思いますけども、まあ心してダウンロード挑戦してみてください。よし、ではまた次回はこの先をね、超えられるように挑戦していきたいと思います。ちょっと難易度が難しいので亀の歩みになってますけどもね、頑張っていきたいと思いますですね。で、皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。